フィディラーツィアは、ロスコスモスにより2018年現在開発が進められている次世代の宇宙船である。2016年に名称が決定する以前は、次世代有人輸送船を意味するロシア語の頭文字から PTKNP、または次世代有人輸送システムの頭文字から PPTS と呼ばれていた。この計画の目標は50年以上前の旧ソ連時代に開発された。 ソユーズ宇宙船を代替する新型有人宇宙船を開発することである。ロシア連邦宇宙局は欧州宇宙機関との間で CSTS の共同開発を進めていたが CSTS は欧州宇宙機関が欧州補給機を基盤とした有人宇宙船の独自開発に火を切ったため開発中止となった。これを受けてロシア連邦宇宙局は独自に t p t s 計画を進めることとし、自国の宇宙産業に新型有人宇宙船の提案を要求した。2013年12月19日に RKK エネルギアとの間で開発契約が締結された。飛行中のフィディラーツやソユーズ宇宙船は、1967年のソユーズ1号以来50年以上にわたって様々な改良を受けながら、 ソ連ロシアの有人宇宙飛行を担ってきたが、原設計の古さもあって陳腐化しつつあった。フィディラーツヤはソユーズを代替する宇宙船であり、ソユーズと同じく RKK エネルギアが開発を担当する。フィディラーツヤはソユーズよりも大型で、最新型のソユーズ MS でも3人乗りであるのに、対しフィディラーツヤは最大で6名の宇宙飛行士を乗せることができる。形状も 休憩の軌道船と釣り金型の機関船、機械船の3要素からなるソユーズとは異なり、円水台形のカプセルと機械船のみから構成されている。カプセルの大部分は再使用可能であり、月周回軌道や火星への飛行も視野に入れて開発が進められている。クリーペル及び CSTS も参照左からソユーズ、CSTS の低軌道構成、ガツ軌道構成、 RKK エネルギアが提案したクリーペルはコストを意識した実用的な設計を施行していたが、ロシア政府と外国からの大規模な経済支援がなければ実現する可能性は低かった。そのため、ロシア連邦宇宙局と RKK エネルギアはクリーペルを海外のパートナーに売り込むことを目論んだ。NASA はコンステレーション計画の一環としてオリオン宇宙船の開発に着手していたため、 ロシアはヨーロッパをパートナーとして狙いを定めた。欧州宇宙機関は NASA にコンステレーション計画への参加を打診していたが、色良い返事は得られていなかった。そのためヨーロッパは次世代型友人。しかし、エサはロシアが設計したクリーペルを採用せず、共同開発とすることを主張したため、新たに CSTS が計画された。 CSTS は2006年9月から2008年春までの18ヶ月にわたって初期検討が行われたものの、餌は欧州補給機を有人型に発展させることを決めたため、CSTS は2008年11月の餌理事会を待たずに計画中止となった。一方、ロシア連邦宇宙局は同時期にクルニチェフ国家研究生産宇宙センターから再三に 渡って新しいアンガラロケットで打ち上げることができる T ケースをもとにした次世代有人宇宙船の提案を受けていた。CSTS が計画中止となったことを受けて、ロシア連邦宇宙局は新型有人宇宙船を独自開発することを決定した。2009年の第一四半期にロシア連邦宇宙局は次世代有人宇宙船の要求仕様を確定させ、 RKK エネルギアとクルニチェフからの提案を受領した。これが p p t s 計画の実質的な始まりであった。次世代有人宇宙船の入札に参加したのは RKK エネルギアとクルニチェフの2社のみであり、ロシア連邦宇宙局は発注先の選定に入った。 宇宙局は計画そのものについては固く口を閉ざしていたが、ロシア当局者がいくつかヒントとなる声明を出した。2009年1月21日、ロシア連邦宇宙局局長、アナトーリー・ペルミノフは、ロシアカミロシースカヤがゼータに対して、ロシアは次世代有人宇宙船の独自開発を進めるだろうと語った。ペルミノフはさらに、 宇宙局とその研究機関であるジアナマッシュは次世代有人宇宙船を含む宇宙輸送システムを検討しており宇宙船の開発者を選ぶ入札が行われるだろうと述べ次世代有人宇宙船はアメリカのオリオン宇宙船と同時期に運用が開始されると予想されるが詳細な開発計画は2010年代半ばには明らかになるだろうと語った 2009年3月から2010年6月までの予備開発に8億ルーブルの費用がかかると予想されていた。開発作業はまず低軌道型で技術基盤を構築し、続いて月軌道型及び火星探査系を開発する形で進められる予定である。宇宙局は要求仕様として宇宙船の技術水準及びコストを国際標準に適合させることと、 既存の技術を可能な限り取り入れることを盛り込んだ。2016年1月には新型宇宙船の名称がフィディラーツィアに決定されたことが発表された。事前にロシア国民を対象として行われた投票ではフィディラーツィアは1位のガガーリンや2位のベイクタルに続いて3位であったがロスコスモス内での議論の結果3位のフィディラーツィアが採用された。フィディラーツィアは 連邦という意味で、同盟という意味を持つソユーズと合わせた名称となっている。フィディラーツやロシア連邦宇宙局は、地球周回や月探査、無人物資輸送など、複数の形式の宇宙船を構想している。2009年に発表された構想では、地球周回機は、重量12トン、乗員6名で、貨物搭載量は5 0 0ラム以上とされている。 最大30日間の自立航行ができ、国際宇宙ステーション、またはボストチヌイ宇宙基地から打ち上げられる、ロシアの将来型宇宙ステーションに1年間にわたって、係留できる。ガツ探査機は、重量16.5トン、乗員4名で1 0 0ラムまでの貨物を地上との間で保管でき、14日間の月周回ミッション、あるいは、 最大200日間の月周回ステーションへの経流に対応する。無人物資輸送機は2 0 0 0ラム以上の貨物を地球周回軌道へ輸送でき、最低でも5 0 0ラム以上の貨物を地球に持ち帰る能力を持たせることを構想している。2009年3月時点でロシア連邦宇宙局は乗員カプセルの着陸精度を1 0トル以内とすることを要求している。また、 ミッションのいかなる段階においても緊急脱出機能及び着陸機能を有し、救助、回収チームが到着するまで乗組員の生存を確保することが必須要件とされている。ソユーズ宇宙船のようにフィディラーツィアの機体には翼がなく全自動及び手動でドッキングを行うことができる。輸送ミッションにおいて軌道上の施設に複数回のドッキングを行うのに、 十分な推進能力と大気圏に再突入して地球に安全に帰還する能力を備える。上院カプセルの設計要件では大気圏内での飛行について環境上安全な推進剤のみを使用することが規定されている。ロシア連邦宇宙局は上院カプセルを15年間の設計寿命において最大10回再使用するという上院モジュールの再使用オプションを保留している。 ソユーズは再突入時の原則をパラシュートに依存しており、個体ロケットモーターは着陸時の衝撃を和らげるためにしか利用していない。これに対してフィディラーツィアでは原則をロケットモーターのみで行うことが提案されている。2018年現在、フィディラーツィアの打ち上げロケットとしてはソユーズ5が有力である。詳細はルーシエムを参照フィディラーツィア打ち上げ用ロケットの 開発にかかる入札が関連業界全体に対して行われた。ロシア連邦宇宙局が落札者の公表を延期したため、非公式筋ではサマーラを拠点とする TSSKB プログレスとキロバイトマシャナストラニアが有力候補であるとする声が多数であった。ルーシエムと名付けられた新型ロケットは共通のコアステージと強力な RD-180 エンジンを装備した可変数のブースターを備え燃料は液体酸素とケロシンであると考えられた。このエンジンはモスクワに本拠を置く NPONA5 マシュがアメリカのアトラス V ロケット用に開発したもので優れた性能を発揮する。第2弾にはソユーズ2で使用されている RD-0124 エンジンを2機使用すると想定された。 1> 第1弾、第2弾に既存のエンジンを採用することにより、プロジェクト全体の費用とリスクが大幅に削減する計画であった。しかし、ルーシエムは2011年11月に開発中止が発表された。詳細は、アンガラロケットを参照アンガラロケットのバリエーション2012年7月、アンガラ A5 がフィディラーツィアの打ち上げロケットとして使用されることが報じられた。 詳細は、ソユーズ号参照ロシア連邦宇宙局は、アンガラ英語の改良型でフィディラーツヤを打ち上げる、計画を中止し、代わりにフェニックス、スンコアプロジェクトで構想されて、まだ開発されていないソユーズ号を選定した。二0 1七年四月に RKK エネルギアの、ウラディーミル・ソルンツェフ社長は、タス通信に対し、スンコアロケットは、アンガラ英語ロケットよりも安価であるため、 フィディラーツィアに好ましい打ち上げ機となるだろうと語った。ありがとうございます。